アンナ・マリア・ファン・シュルマンは、ドイツ生まれのオランダの画家、版画家、詩人、哲学者。17世紀当時の女性としては、非常に高い教育を受け、芸術、音楽、文学の分野で引いてており、ラテン語、ギリシャ語、ヘブライ語、アラビア語、シリア語、アラム語、エチオピア語を含む14カ国語を介した。1632年の自画像、アンナ・マリア・ファン・シュルマンは、 ケルンの裕福な家庭に生まれた。4歳の時にすでに字が読めたという。1613年に父親が亡くなると母親と二人のおばと共にユトレヒトに移る。1630年代マグダレナフォンでパスセよりエングレービングを習う。1636年女性としては初めてユトレヒト大学で学ぶ。しかし当時女性が大学で学ぶことは 許可されていなかったため、講義を聞く際はカーテンの後ろに座り、他の学生から見えないようにしていた。アンナ・マリアは文学や科学全般、また特に進学に興味を持っていた。彼女は法学の学位を取得して卒業した。アンナ・マリアは徐々に芸術分野に視野を広げていく。ガラスとダイヤモンドを使って繊細なエングレービングを制作している。次第に、 老型、造毛や木材の彫刻に熟達してゆく。また、油彩も手がけたが肖像画が主であった。繊細な切り絵も残っている。1640年代、1650年代には女性にも教育の機会を与えることの重要性を説いた著作を残している。1664年、アンナ・マリアは元イエズス会士でプロテスタントに改修していたジャンドラバディに出会う。 彼はラバディスムを確立した人物であったが、彼女はジャンの考えに傾倒していき、主要な援助者となる。この葉はアムステルダムに移るが歓迎されず、ハンブルクイコールアルトナに再度移り、ジャンド・ラバディはそこで1674年に亡くなった。彼らは再びフリースラント州、ビウェルトに移り、アンナ・マリアはそこで1678年に亡くなった。 ありがとうございます。